どうも、大勢秋葉でございます。いつもありがとうございます。さあ、ということで今日も早速やっていこうと思いますけども、このチャンネルでは1960年代、70年代、80年代、90年代の音楽アーティストを中心に、僕が誰からも頼まれてもないのに勝手に解説するといった、チャンネルになっておりますので、ぜひお時間ある方は最後まで見ていただけますと幸いでございます。はい、ということでですね、今日はちょっと緊急的な感じで動画を撮ろうかなというふうに思っておりましてですね、いつも2日連続で動画撮ることはないんですけども、いやー、ね、タイトルにも、サムネイルにも書きましたしたけども、いやー、びっくりしましたね。今日ですよ、今日配信リリースされましたよ。おとといのですね、あのラジオからということで、もうね、早速本題の方に入ろうというふうに思いますけども、今日はですね、あの桑田佳祐さんの新曲ですね、新譜、についてですね、お話しようと思うんですけども、桑田佳祐さんといえば、僕はもうね、しょっちゅうこの動画ではいつも取り上げてる、方でございます。まあ本当にこの桑田佳祐さんの新曲、まあ平和の街最近はね、まだリリースはされてないですけどね、今日、桑田佳祐さん今日ですね、配信リリースになりました、時代遅れのロックンロールバンドという、この楽曲、これがすごいんだということをですね、本当にですね、皆さんも思ってると思うんですけどもね、今日は僕の方からまたね、ちょっとちらっと喋れればなというふうに思ってますけども、何がすごいって、もうメンバーが豪華すぎると、いうことですよね。今回のこの、時代遅れのロックンロールバンドという楽曲。楽曲はですね、桑田佳祐さんがですね、その平和を願ってというところで書き下ろした新曲なんですけども、そのフューチャリングメンバーですよね。ゲストメンバーがすごい。最強の同級生ですね。桑田佳祐さん66歳でございまして、その66歳の、ゲストでございますけどもね。まず、お一方目、佐野元春さん。ねえ、この方と、初期の80年代とか一緒にステージやられてたりとかしてね、佐野元春さんも僕は大好きでですね、よく名盤紹介、したりとか、楽曲を、ご紹介したりとかしておりますけどもね、もう桑田さんと佐野さんって、やっぱり同時期ってイメージがやっぱりね、ありますから、デビューは桑田さんの方がちょっと早いんですけども、でも、もう同期というね、イメージがあります。もう佐野さんと桑田さんっていうのがもう日本の、音楽シーンの伝説、レジェンドですよ。それでですね、もう一方もすごい、世良政則さん。同じ年代にですね、世良さんはツイスト、で、デビューされましたけども、歌のバラードとかね、僕も大好きで、この動画ではあまり前紹介したことがあったのかな、世良さんについては。でも同時期ですよね。ツイストもすごいインパクト残した、バンドですよね。それからですね、チャーさんですね。チャーさんもね、本当に、桑田さんは日本のエリック・クラプトンって言ってましたけど、まさにギターの、名手でございまして、伝説のギタリストですよね。本当スモーキーとかもめちゃくちゃいい曲いっぱいありますけども、チャーさんとは僕一回動画で紹介したメリークリスマスショーとかね、80年代、桑田さんと関わってたりしたということだと思うんですけども、それでですね、野口五郎さんでございますけどもね、この方はもともと新御三家で、西城秀樹さん、郷ひろみさんの、とですね、共にアイドル歌手としてデビューしましたけども、本当にギターがすごく、お上手な方で、歌もめちゃくちゃ上手でですね、僕も去年野口五郎さん見に行った時、すごいやっぱり歌がもうめちゃくちゃうまいなという、印象でしかない。もう本当最強のミュージシャンですよね。でこの同級生、皆さん66歳というこの同級生が、の名義で楽曲を出すというですね、もう僕のこのチャンネルのというかなんていうか、この音楽ファンからしたらたまらんメンツだなと、もうワクワクしかしないというか、もうなんちゅうこっちゃみたいな感じで。で、土曜日の桑田佳祐の優しい夜遊びで僕、聞いてるんですけどもね、そこのラジオで、ご紹介されてまして、常々そのなんか企画を考えてるんだというお話はおっしゃっていてですね、まさかのまさかでこの、時代遅れのロックンロールバンドが、紹介され、それがオンエアされたわけですよね。僕はもうめちゃくちゃ痺れましたね。うわ、まさかこういう展開みたいな、本当にワクワクするんですよね。ね、ラジオではもう僕もう度肝を抜いたという感じで、そしてやっぱスピード感が速いんですよね、今回。ラジオで新曲発表した、その2日後というか、1日後か、もう時間帯で言うと、だから今日の、0時から、配信リリースされてるわけでございます。YouTube にもね、ありましたけども、いや、すごいスピード感、なんかすごい、なんか個人的にめちゃくちゃ嬉しいんですよね。今日聴けるんだ、みたいな感じで。桑田さんのですね、優しい夜遊びの方ではですね、その結構後半の方でこれが発表
表されたんですけども、メッセージを送られた方でですね、トラベリングウィルベリーズというですね、あのジョージ・ハリスンとか、ボブ・ディランとかジェフ・リンとか、エレクライトオーケストラのジェフ・リンとか、トム・ペティとかロイ・オービンソンの、が作られた伝説的な、覆面バンドの、なんか、曲をかけてですね、そのリスナーの方がこういうことじゃないですかみたいな、ある意味的中させるぐらいの、メッセージを送られて、それでもまさにそうだみたいな感じでですね、これが発表されたわけですよね。で、まあ、ハンドルウィズケアという楽曲をかけて、それが発表されたんですけども、ことの発端としてはですね、世良政則さんと桑田さんがちょこちょこ連絡を取っていてですね、とある日その世良政則さんのお茶しないということで家に行って、そこでね、あの結構喋ったらしいんですよね。それでですね、焼き物とかされるらしくて、世良さんが、まあ、そういう話もあり、それで8小節ぐらいですね、一緒に曲を作ったらしいんですよね。まあ、なんか最初は話のネタになればいいかななんていうふうに思ってたらしいんですけども、それでやっぱりこういうご時世もありますし、同級生5人で集まったらどうなのかということでですね、まあ野口さんと佐野さんとチャーさんとかの、それぞれにまあ手紙書いたりとか、事務所のスタッフさんとかとこう、デモ音源を渡したりとか、それで実際に足を運んでですね、まあ説得をして、まあ今あえて時代遅れのやり方で我々の世代が音楽という、名の強調を楽しむ姿を発信し、その中で、次世代へのエールや平和のメッセージを届けたいという思いを持って、その、5人が賛同して、この曲が作られたということなんですけども、ワクワクですよね。やっぱりこういうのが一番僕元気出るなって個人的に思うんですよね。このもう伝説級のレジェンドたちが集まって曲を作るっていう、なんていうか、もうこことここがこう一緒に音楽やってる姿を見るだけ、我々ファンだけじゃなくて、傍から見てもやっぱこの伝説級の人たちが音楽をやってるっていうこの姿だけで、なんかもう元気出るんですよね。その曲ももちろんいいですけども、あの5人が集結して一緒に音楽を奏でてるってだけ、なんか今の時代に生きててよかったなって思えるんです、正直。本当にちょっとでも前を向けるというかね、辛いこう悩みとかっていうのが、ちょっとだけこう隅にやられるというか、なんかそれだけで僕はもうワクワクするという、もうなんかちょっとこの月曜日というこの週始めから、ま、ものすごいなんか、テンション上がってるなという気分でございます。この集結するっていうのがやっぱ僕は本当に好きで、だから僕 3.11 の時とかも、まあ、チームアミューズ、まあ、アミューズですけども、まあ、皆さんとコラボしたりね、桑田さんの呼びかけで、で、まあ、ことの古くはですね、まあ、僕も動画で紹介しましたけど、80年代のメリークリスマスショー、まあ、ここで僕は見てですね、こういう伝説級の、人たちが集まってやるんだとかね、なんかその桑田さん関連とか、あと、まあ、桑田さんと桜井さんの、奇跡の推しもそうですし、民生さんの光の世界、もう結構そういう桑田さんの呼びかけで集まるっていうのが僕は大好きなんですよ。というか、まあ、もちろん桑田さんがもう大好きなのでってもあるんですけども、やっぱりこう、僕の好きなアーティストが集まるというね、なんか、拓郎さんが昔いっぱいこう人を集めたりとか、それこそ、まあ、大人のすすめとかね、ドハツ店で、まあ、いろんな方が集まったりとか、だからそういうのがもう本当に、好きで、もうまさに、この時代でこれやってくれたかという、もうね、感謝しかないですね。桑田さんもおっしゃってましたけども、こういう風にノリというか、まあ、なんか我々おっちゃんたちもこんな時代に音楽やりながら人生楽しませてもらってるよみたいな、そういう姿を見てもらえたいらみたいなことをおっしゃってたんですけども、いやもうまさに本当にその通りで、その方々が音楽一緒にやってるっていうだけで、勇気づけられるなというふうに思います。もう同期の、ね、やっぱ本当強いなと思いますもんね。70年代後半から80年代にかけてのあそこら辺の界隈のもう伝説級の、アーティストがっていうのは本当にもうすごいなって思いますよね。かっこいいって感じですよね。でまたタイトルもいいですよね。時代遅れのロックンロールバンドっていうこのね、自分らを一旦下げるけども、それがとにかくかっこいいみたいなね。なんか、曲もいいんですよね。それでね、なんかやっぱりチャーさんのギターとか、野口さんのギターもあるんでしょうけども、そのギターサウンドもいいですし、最初アコースティックギターから始まって、そこから展開していく、まあミディアムテンポの、まあ、ロックンロールナンバーっていう感じで、そこにはものすごく僕は哀愁を感じるサウンドになっていたりですね、皆さんの声もまたさらに哀愁、深み、そういうものを感じるんですよね。やっぱりこの楽曲はですね、あの5人じゃないとやっぱりこれは再現できないんじゃないかというね、あそこの色気もあるしね、もう何なんだろうって感じですけども、もうとんでもなくいい曲でね、もう僕びっくりしちゃったんですよね。今日はもうね、なんかね、特に解説とかでもないですね、僕の感想ですよね、ただただね、これは感動したっていう感想でしかないんですけども、もうね、本当に僕20代ですけど、20代まだ前半ですけども、うわかっこいい60代だなって思いますもんね。もうあの5人みたいな、あんなかっこいい大人になれればなって、こう憧れ
もあったりとかして、あとまあ音楽的に言うとやっぱり、それぞれの方の主メロ主旋律もいいんですけども、コーラスとかが、非常にかっこよかったりしてですね、魅力的ですよね。それぞれの声の味もあるし、うん、歌い回しもあるし、もうかっこいいなと思います。歌詞がねそれで、めちゃくちゃいいんですよね。まさに歌詞が、まあ今のこのコロナ禍という状況も、もちろんありますし、その中で世の中が混沌としてる。それと同時にやっぱりまあウクライナとかロシアのそっちの問題もある。今確かにこう世の中っていうのがすごくどんよりしてるというか、なんていうか全体的にこう黒い雲がかかった。まあ歌詞にありますけども、暗いニュースっていうのが非常に多くて、で僕なんかも本当にね何回も言って申し訳ないですけど、私事でね、まあ1ヶ月以上前はずっと僕も苦しんでて、この YouTube すらもこう、お休みしてるという、なんかその自分が苦しんでたのはもちろん自分に原因があるし、僕の周りで起こったことだけども、やっぱりどこかしら別に世の中のせいにしたいわけではないけども、そういうなんかムードというか雰囲気というのも少なからず僕のこうなんか辛いっていう心に影響してたのかなっていうところもやっぱりあるんですよね。世の中が晴れ渡ってればいいのかってわけではなく、全部僕の責任なんですけども、なんかこう自分のこう虚しさとそれに合わせて世の中もこう曇って見えていたという自分もいたりとかしてね、まあそんな中でですね、まさにこの楽曲っていうのは、世界平和をもちろん、祈る楽曲でもありですね、さっきも言いましたけども、まあ皆さんで楽しんで音楽やってるというね、まあ音楽のを、まあ、使ってねちょっとでも前を向こうよみたいな、なんか僕はそういうインスパイアというか、そういう風なメッセージを感じることもできるんですよね。それと同時にですね、この楽曲っていうのは、まあ、セーブ・ザ・チルドレンに収益をという、ことをおっしゃってますので、子供たちじゃないですけども、まあそういった次の世代を担うものとして、それでまあ66歳の5人と最強の同級生が、まあ、ある種先輩としてというかね、次世代を導くために、なんかこう我々世代は楽しんでるよということを見せているという、まあ、そういうメッセージがやっぱあるのかなというふうに思います。全部完璧ですよね。全てかっこいいですよね。小松さんやること、小松さんだけじゃなくて佐野さんもね、セラさんも野口さんもチャーさんも、もう全てかっこいい。なんなんだろうこのもう憧れは、このかっこよさは何なんだって感じですけども、はい、ということでですね、歌詞をちょっと読み上げてみようと思います。イントロのですね、チャーさんのねギターがこれかっこいいんですよね。アコギとギターのエレキでねこうやっていくみたい。はい、まず最初の歌詞です。この頃平和という文字がおぼろげに霞んで見えるんだ、意味さええー、虚ろに響くというと、桑さんが歌ってるのかな、堂々と平和というふうに言えるのかという、そういった疑問提起から始まる歌詞になってます。世の中を嘆くその前に、知らない素振りをする前に、素直に声を上げたらいいというね、ここセラさんだと思うんですけれども、今ってこうなんていうんですかね、こう素直に自分の意見を言いにくい風潮なんかも、まあ、あるのかなというふうに感じたりしてですね、まあ、そういうこう変な同調圧力のようなものも、感じてしまう。だからこうやっぱり困ってる人助けてあげるっていうのは大事だけども、どっかしら、知らない素振りをする自分もいたりとか、でもやっぱりそうじゃないだろうと、素直にやっぱりこう自分はどうなりたいのか、そしてあの人をどうやって助けてあげたいのか、もっとこういう世の中になったらいいんじゃないのかということを、もっと素直に声を上げたらいいんじゃないかと、まあ、本当にいいメッセージですよね。 B メロですね、旅路の果ては空遠く、まだ夢叶わずに回り道を、繰り返してというね、この旅路の果てっていうのは、まあ、人生の旅なのかもしれないですし、日本というかこの国の旅、そして世界の旅なのかもしれないですね。回り道を繰り返してというね、やっぱり戦争っていうのもやっぱり悲劇を繰り返しているようなところもあったりとかしてね、あれですけど、まあもちろんこれ僕の解釈ですけどね、人それぞれ歌詞の解釈っていうのは人それぞれだと思うんですが、あくまで僕の視点でちょっと、読み解いてみました。そういうサビですね、 One day、someday、 いつの間にかドラマみたいに時代は変わったよと、目の前の出来事を共に受け止めて歌えロックンロールバンドということでですね、66歳というあの、5人の世代からして時代は変わっていくのを見てきた、方たちの説得力ある言葉だと思います。桑田さん作詞ですけど、ミスタームーンライトもね、この国も変わってよみたいな歌詞ありますけども、そういうところもなんか感じたりするな。で、目の前の出来事を、共に受け止めて歌えロックンロールバンドっていうね、まあ、ロのロックとかっていうのって、まあ、結構ね、僕の動画でもよく言いますけども、社会風刺であったりとか平和を願うラブ&ピース、メッセージ色の強いっていうのが、まあ、ロックンロールっていうね、こともあり、そういった風刺曲とか僕はよく紹介することが多いんですけども、まあ、直接それがロックだということではないけども、やっぱりこう世の中が混沌としている時に、やっぱり人々、人類っていうのはそういった文化であったりとか芸術というものに触れることによってですね、そういう切り口で世の中というか世界をもう前向きになんかなっていくようにこうやっていくっていうかね、まあ、音楽ってやっぱそういう役割が多いなって思いますもん
ね。こういうなんか、ものがあるからこそ、こうみんな前を向けるみたいなね。で、2番ですね。我々がいなくなったって、この世の日常は何一つ変わりはしないだろう。野口さんかな、歌ってるのが。自分らのこう、ことを考えてる。自分らはいなくなっても変わらないだろうとね。いや、そんなことないよと言いたいですけども。おそらくこのメッセージは、音楽っていうかっていう、なんか一人一人が音楽とかだけでも一人一人ができることっていうのは限られてるし、一人一人人類っていうのはちっぽけな人間だ、なんだろうな、みたいなことなのかなと思うんですけど。で、次の佐野さんが歌ってる歌詞が、そんなちっぽけな者同士、お互いのいいとこ持ち寄って、明日に向かってツイステンシャウカモンという、この歌詞ですよね。まあ、やっぱり人々っていうのは小さいと。で、お互いのいいとこ持ち寄って、明日に向かって、みんながそれぞれちっぽけな存在だけれども、やっぱりそれぞれの個性もあるし、今この時代って言われてるわけですからね。個性もあるし、そのいいところを持ち寄っていけば、もっとこう、なんかうまくいくんじゃないかみたいなね。そのツイステンシャウカモンっていうのもね、このロックンロールのですね、なんか、こうスタンダードな、こう、上トークみたいなのがここに出ていて最高ですよね。あの、シェケナベイベーっていうね、まあ、なんかツイステンシャウとビートルズのやつのなんかな、まあ、これもロックンロールの感じが出てますけどもね、チャーさんが、B メロかな、子供の命を全力で大人が守ること、それが自由という名の誇りさって、この歌詞もいいなって思いますね、個人的に。やっぱりね、ウクライナの時でもやっぱり小さい方が、犠牲になったりとかね、そういうなんか、報道とかを見るとですね、やっぱりこれから未来を担っていく若い世代が守っていかなきゃいけないんだなという、そういう使命感が、この歌詞から僕は感じたりしますね。で、次2番のサビが No more, no は、悲しみの黒い雲が、地球を覆うけどというね、佐野さんが、元桑さんが歌ってるんですけども、 No more というのも、まあ、ジョン・レノンのね、Wise Over じゃないですけども、やっぱり戦争は良くないとね、悲しみの黒い雲が地球を覆うけどというね、黒いこうやっぱりどんよりしてるみたいなね。そして続いて、力の弱いものが夢見ることさえ拒むというのかというところでね、これもいい歌詞だなというふうに思いますよね。夢を見る権利は誰にでもあるし、やっぱりこれは生きてく人々の価値、生きてるだけでその人には価値があるというのは誰にでも言えることだし、その価値を奪うことっていうのも絶対できないわけですからね。そしてこの感想のね、トリプルギターがいいんですよね。野口さんとチャーさんと、セラさんがやってるみたいなおっしゃってましたよ。三声ギターかっこいいなって思いますもんね。そして、最後のサビに One day, someday, いつになれば矛盾だらけのレースは終わるんだろうというね、この競争と書いてレース、こう戦争を繰り返すというかね、勝ったから結局何ができるんだというね、戦争して勝ったからね、それで平和になるのかという、そういうことではないわけですよね。結局は戦争というもの自体がもう悪いわけですよね。だからそういう本当にそういった矛盾をはらんだ世の中のこうなんか競争というか、まあ戦争もそうなのかもしれない、それは経済のそうなのかもしれないですけどもね、いつになったらそういった、明るい未来が来ないレースっていうのは起こるんだろうみたいなね、だと思いますけども。そして続いて、この世に大切な一人一人がいて、歌えロックンロールバンド、闇を照らす、ダサいロックンロールバンド、この最後のダサいロックンロールバンドっていうのがもうなんかこれがかっこいいんですよね。このダサくて一生懸命汗かいてやってるっていう、このやっぱりこうアナログ的な、まあ80年代のもうああいうサウンドを作り、礎作ったあの人たちが、ダサいってこう今の時代には時代遅れだけども、時代遅れだけども必死に音楽で歌ってメッセージを届けるという姿勢、これが今の人からしたらちょっとはダサいのかって感じるかもしれないけど、それがかっこいいんですよね。色気ですし、やっぱりそれがあるから世の中は前を向いていけるんですよね。臭い言葉っていうのもかっこいいんですよね。なんていうのかな、なんかこう今ってこうやっぱり本音を言いづらかったりとか、こう遠回しに物を言ったりする。でもやっぱりこの歌詞にある通り、直接的、割と直接的に、こう音楽でロックンロールでもうビシッというこの姿勢、とにかくこれは今の時代向きじゃないのかもしれない、時代遅れなのかもしれないけども、これがまたかっこいいんですよね。あえて時代遅れな感じでやるというこの構想自体が、僕はもうとにかくかっこいいということだと僕は思います。まあそこがね、もう言葉でも説明できないですけども、まあとにかく僕はもう感謝しかないなと思います。本当にこう自分自身のこととも向き合えるというか、僕は別にね、その日本に生まれてね、戦争とかないけども、自分のちっぽけな悩みですらもやっぱりこの曲を聴くとちょっと吹き飛ぶ気がするという感じです。はい、ということで、すいません、今日は長々と僕の感想を言ってしまいましたけども、ぜひね、これ YouTube にもあるのでね、もうぜひもうこれを聴いてほしいなと思います。もう伝説級の、楽曲になっておりますので、皆さんじゃあ、聴いてみてください。ということで、今回は以上です。ありがとうございました。